はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回は朝日生命、えー、保険相互会社正社員えー、1年6ヶ月目の36歳の方の給与明細です仕事内容は生命保険の営業販売えー、ご契約いただいているお客様のフォローえー、仕事に必要な資格やスキルは、えー、入社時に試験があるそうです勤務時間が月の規定 勤務時間が時間間がで残業はなしで実際は100時間程度の勤務で30時間程度の残業収入が月収20万ボーナス5万年収250万この会社に入りたい人へのアドバイスとしては時間の自由がかなり効くので子育てするお母さんには最高な環境だそうですで給与明細ですちょっと細々して多いんであれなんですけど まあ基本給みたいなのが10万4600円でで大きい手当で言うと、えー、資格の保有手当で、えー、2万6000円で、えー、法人基盤開拓手当5000円で、えー、職域法人の手当で1万円で、通勤手当で1万6730円キャリアサポート3万5000円など、まあ、細かいのも含めて総支給が20万3154円。 そこから控除が47,932円引かれて手取りが15,350円となっています。えー、そこまで多い給料とは言えないんですけど、まあ、結構時間の自由が利くいい環境だということでこれくらいの給料でも、まあんあまり不満は出ないのかなっていう気がしました。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。